静かな防衛の時間です。子供たちは夏休みに入ったみたいですね。楽しそうです。では第5世代と6世代では何が違う？何が違うか。一応第5世代の最高戦闘機といえば F22 もしくは F35 でしょう。世界で使用される機体といえば F35、 米軍だけ。F-22 は米軍だけです。 F-35 の他に第6世代と言われる戦闘機開発がテンペストやフランスが名乗りを上げている戦闘機も開発されます。一応6世代と言われてますが、ここの線引きがあまりわからないって感じですね。第5世代でスホイ57や J20 などあります。ロシア、中国、まあはるかにこちらよりもこっちが上でしょう。しかしこことここはあまり差がないと感じています。第5世代最高ステルス戦闘機 F-35 はアップデートで第6世代も近づけます。まあ欠点はスピードですね。シングルエンジンによるマッハ 1.6、 このスピードがちょっと遅い。スピードで言えばこちらの方が 2.8 ぐらいまで出ます。もっと出せるかもしれません。双発エンジンです。やはりすべて第5世代第6世代もステルス、ここは重要になってきます。今すべてはステルスになっています。陸、海上、海中、すべてステルス性が求められる時代となっている。やはりレーダーに捕まりにくい、それこそが最大の武器になります。
考えたんですが、まあ第6世代は友人プラス無人の組み合わせとなるでしょう。それに伴ってやはりソフトウェアこのソフトの開発がかなり重要になってきます。ハードの部分は出来上がると思います。しかし問題難問はここでしょう。未だに F35 でもコンピューターのアップデートが繰り返されています。こちらのスホイや J20 など情報は流れてこないんですが、そこまでコンピューター化されてないのかなとは考えます。 F35 では360度スクリーン、すべてが見渡せる特殊な装置が備わっています。一つでも不具合があればやはりすぐさまアップデートする。そうですね、今こちらを作っているものより F35 の性能の方が良くなるかもしれません。やはり使ってアップデートするたびに最新の優れたソフトウェアが出来上がります。経験知識やはり蓄積されていくと考えます。今後 F35 以外にいろんな有人無人のステルス戦闘機が出てくると思われます。日本も F3計画が始動しています。まだ予算化はされてないんですが、徐々にですが F2 の後継機としてこれから進んでいきます。自分の理想は二足歩行ロボットがいいんじゃないかなと考えますが、まあ言い過ぎですね。心身のもっと上を目指した機体を作ってもらいたいと考えます。今日のご視聴ありがとうございました。新しいチャンネル作ったんで説明欄から登録お願いします。